しよっかな。それ。待ってました。どうしようかな。早く早く！
なのよ、あのモンスターの数は。倒しても倒しても減らないです。けど、なんとか接岸場にたどり着いたわ。軟弱者が、あのくらいの数を相手に弱音を吐くとは、なんということだ。ネプコ、メイジスが一人でしんがりを務めてくれるそうよ。何？いや、今のは軽い冗談であってだな。助かるわ、メイジス。さすが姉ちゃん、狂気の魔術師です。まずい、これは非常にまずい。もしもし、私だ。何？リーンボックスで機関の足取りをつかんだだと？ならば急いで向かうとしよう。それでは幸運を祈る。ルクストネーベ、イメグの痛みの指数。というわけで、私も急いでリーンボックスに向かわねばならなくなった。ひどい次元を見た気がする。追い詰めたぞ、ネプテューヌ。よもや我が軍勢を振り切ってここまでたどり着くとはな。マサコング、まさかもう追いつかれたっていうの？へい、名前が違うと何度も言っている。だが貴様の減らず口もここまでだ。私自ら貴様にとどめを刺してやろう。その姿は？この姿で貴様を葬った方が兵の士気にもつながるだろう。姿形を変えたところで、所詮それはまがいものよ。本物ではないわ。確かに私は偽物だ。だがな、コピーした女神二人の力を合わせることにより、私はオリジナルをも凌駕した力を手に入れたのだ。そんな。諦めるんだな、ネプテューヌ。安心しろ、貴様の力も私がもらってやる。誰が本物より強いだって？ああ、ブルン！私もいますわよ。お忘れにならないでくださる？ベールも？二人ともどうしてここにいるの？あら、約束したではありませんの。避難させ次第急いで戻ってくるって。ベール、ルウィーのために頑張ってる奴を見過ごすほど、ルウィーの女神は薄情じゃねえよ。ブラン、てめえが言ってんだろうが、困ってる時こそ女神は助け合いだって。形勢逆転だな。なんだかんだ言って、結局最後は全員集合なわけね。これもネプネプの日頃の行いのおかげです。熱い展開です。雑魚がいくら集まろうと、所詮は無駄なあがきだ。マジェコンヌ、あなたの力は私たち女神を上回っているかもしれないけど、私たちは一人で戦っているわけじゃないわ。たとえ一人の力でかなわなくたって、みんなの力であなたを倒してみせるわ。私は負けない。うずうずワクワク。よーし、
相手は誰？パワーを貯めて。さあ、気合を入れていくわよ。もう始めちゃっていいの？可愛がってあげるわ。ほら、これがいい。効かねえぜ。効かねえぜ。テンゼリントロンで。やるじゃない。私の番ね。私は負けない。効かねえぜ。よし、やるよ。さて、どうしてあげようかしら。可愛がってあげるわ。ほら、これがいい。効かねえぜ。この程度かよ。雑魚が生きがってんじゃねえぞ。決めさせてもらうわ。クリティカルエッジ。やろう。待ってました。可愛がってあげるわ。ほら、これがいい。このやろう。クライゼリー。終わった。クリティカルエッジ。このやろう。ワクワク。この程度かよ。待ってました。いじめがいがありそうね。まだよ、もっといくよ。この野郎、弾幕はパワーだぜ。ちょろいもんだな。復活アイテム、キボンヌ。アイテム、コンティングだよ。変身中の攻撃はご法度だよ。女神の力、見せてあげるわ。クリティカルエッジ。もう始めちゃっていいの？直して痛めつけてまた直して。でも生きてんゼリントロンだ。痛い痛い。決めさせてもらうわ。遅い。正面から切り込むわ。待ってました。あなた気に入った。だからとっておきのお見舞いしてあげる。特別に延長サービスよ。チュくそ、油断したぜ。たまにはこういうのも悪くないわね。どんどん強くなるです。レベルアップよ。気持ちが高ぶっちゃって、もっともっと大きくなる。また美しくなってしまいます。レベルアップ確定した。なぜだ、なぜ勝てんのだ。
女神二人の力を有したこの私が。さすがにタフね。これだけの攻撃を受けてまだ立っているなんて。なら倒れるまでぶん殴ればいいだけの話だ。奪ったもん全部まとめて返すまでな。マジェコンヌ、とどめよ。ルビーを返してもらうわ。へっ、こんな国いくらでも返してやるわ。だがこの力だけは貴様らに奪わせません。何をする気。みんな大丈夫。ええ、なんとか大丈夫ですわ。ところでマジェコンヌはどうなったんですの。消えたみたいね。なら私たちの勝ちということか。私たち勝てたんです。勝てた。だがマジェコンヌを逃がしてしまった。けど取り戻すものは取り戻せたわ。今はそれを喜びましょう。そうだな。おかげでルビーを取り戻すことができたわ。ところで後始末とか大変でしょうに。こんなところにあなたがいて大丈夫なんですの。偽物の誤解は解いたし、あとはフィナンシェや優秀な部下たちがいるから大丈夫。それにネプテューヌたちと一緒に行ってこいって言ってくれたのはフィナンシェだから。いい侍従さんですね。最後まで私を信じてくれた自慢の侍従よ。もしかしてあの兄弟が寝返ったこと今でも根に持ってる。そこまで根に持ってはいないわ。あれは時間を稼いだり隙を作るための作戦だったみたいだし。けど案外胸の大きな人の側につくってのは本気だったりして。何か言った。あんた、わざと地雷を踏みに行ってるでしょう。ちなみにあの兄弟はリーンボックスに移住することになりましたのよ。ネポン、それってまさかまさかの信仰対象をベールに変えたってこと？ベールを知ってしまったからにはもう私には使えたくても使えられないとよ。どうどう、ブダン、ここコンパの部屋だから落ち着いて。少々正確に難はありますが、能力は高い方々ですので、ランラン同様、子飼いにさせていただいておりますわ。子飼いね。けどさ、それで大丈夫なの？向こうにはランランやイボワールがいますから、今はまだ不慣れでも、と。いや、そういうことではなくて。この音、ランランですわね。もしもし、私ですわ。大変なの、ベール様。
あら、何か困ったことがありまして？実はあの二人がベール様の部屋に。私の部屋に？これがベール様が今までお過ごしになっていたという自室。アニちゃん、この部屋とてもいい匂いがするよ。スーハースーハー、せっかくだ、私も思う存分ベール様の香りを吸っておこう。あー、なんだ、あなた何勝手に私の部屋に殿方を入れているのですか。出荷しますわよ。そんな、無理やり中に入ってきたのに。アニちゃん、クローゼットの中にベール様の着替えがたくさん。なんと、ベール様はこのようなお召し物まで持っているというのか。弟よ、あそこに見えるのはベール様が毎日その身を横たえていたベッドではないか。ベッドですって？ランラン、早くその二人を止めて。あの、それは。いざ、ベール様のベッドへダイブするのだ、弟よ。わかったよ、兄ちゃん。やめ！あ、それ、ポーンと。ぴょいんぴょいん、兄ちゃん、このベッド、すごくふかふかだね。ぴょいんぴょいんと。ああ、すごくふかふかで弾力のあるベッドだ。そして、何よりこのシーツからほのかに香る、ベール様の香りといったら。アビ教官だ。弟よ、次はベール様のあれを探すぞ。そうだね、兄ちゃん。ベール様のあれといえばきっと。あれって何？ランラン豚だから難しいことわからないよ。簡単なことさ。男がレディーの部屋に来て探すものといえば。ラポン！ちょっと不届き者を葬りに。リーンボックスに行ってまいりますわ。ベールさんが本気で怒ってるです。ベール様って普段はニコニコしてるけど、怒るとあんな風になるのね。その後、ベールが置いていった電話からはこの世のものとは思えない悲鳴が聞こえたのであった。何勝手にナレーション入れてるのよ。いや、なんとなくこの後のオチが見えたからつい。ああ、それよりもさ、ブラン、これからは一緒に冒険してくれるんだよね。まだルイがバタバタしているから、何度か帰らなければいけないかもしれないけど、今度は私にネプテューヌたちを手伝わせてほしい。ブラン、うん、改めてよろしくね。よろしく、ネプテューヌ。あ、そうだ、フィナンシェからあなたたちに渡すように預かっていたものがあるの。これ、あなたたちの探しているものでしょ。鍵のかけらです。マジェコンヌの部屋で見つけたそうよ。ルイーノもマジェコンヌさんが持っていたなんて。ありがとう、ブラン。ブランのおかげでやっと3つ揃ったよ。いや、だからそれは私じゃなくてフィナンシェが。いいのいいの、私はブランにお礼を言いたいんだから。ネプテューヌ。さて、鍵のかけらも揃ったことだし、もしかしたらまた話が聞けるんじゃない？おお、恒例のイースンタイムだね。イースンタイム？ブランさんは初めてですよね。それなら実際にお話ししてみた方が早いです。いくよ、みんな、いでよ、イースン。
お久しぶりです、皆さん。ブルンさんは初めてですね。この人がイストワール。私は司書イストワールと申します。今は訳あって封印されているため、ネプテューヌさんたちに封印を解くために鍵のかけらを集めてもらっているのです。そう、初めてのことだらけで混乱しているようですね。IF さん、コンパさん、後でブランさんに私のことを説明していただいてもよろしいですか？はいです。かね、いいっす。誰か一人忘れてないかな、かな。いえ、ネプテューヌさんにはその辺は期待していませんので。ガーン、これまた辛辣なお言葉。けどぶっちゃけ私もイースンのことよく分かってないんだよね。だと思いました。さて、今回も時間がありません。皆さん、よくマジェコンヌを倒しルイを取り戻しましたね。あなた知っていたの？私は司書イストワール。この世界に刻まれし歴史は全て記録しています。じゃあ私が昨日夜にプリンをつまみ食いしたのも？もちろんです。昨夜0時15分に IS さんのミルクプリンを。わあわあわあ、ストップ、イース、ストップ。へえ、道理で起きたら私のプリンがなかったわけだねえ、ネプコ。アイちゃん、怖い。目がなんかマジだよ。なんとなくだけど、あなたが分かったわ。それで、あなたは私たちに何を伝えたいの？マジェコンヌの目的についてです。彼女の目的は、あなた方女神4人が持つ力を全て手に入れることです。コピーとはいえ、マジェコンヌはブランさんとベールさんの2人の力を手に入れてしまいました。よって彼女が次に狙うのはネプテューヌさんかノワールさんです。これ以上あいつに強くなられるのも厄介ね。この間のルイでの戦いで彼女が深手を負っているはずなので、すぐに行動を起こすとは思えませんが。よ、わかりましたです。ネプネプは私たちが守るです。どうやらまた時間のようです。皆さん申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしますね。うん、任せて。となると当然ノワールが危ないわね。ノルさん、またラステーションに行ってみようよ。この間は少ししかいられなかったけど、のんびりしてればきっとまたノワールに会えるって。そうね。ならベール様が戻り次第向かいましょう。さて、ラステーションに行こうと思ったものの、開始早々困ったわね。取ったの？アイちゃん、人生の悩み事？もう突っ込むのがバカバカしいからスルーして答えるけど、ラステーションへの渡航許可が下りないのよ。どういうことですか？大陸を渡るときは両方の国の許可が必要なんだけど、いくら申請してもダメなのよ。拒否られてるってこと？まあ、わかりやすく言うとそんな感じ。実質ラステーションを仕切ってるのはアブニールなわけだし、今まで私たちがしたことを考えれば当然といえば当然よ。けどそれは困りましたわね。正規の手続きが無理となりますと。忍び込むのね。なるべく犯罪は犯したくないですけど、でもこの際贅沢は言ってられないか。じゃあどこぞのデイビッドのヘビさんのごとくダンボールをかぶって忍び込むんだね。そんな面倒なことはしないわ。ええ、空を行きますわ。空？あ
なた、自分が女神だってことを忘れていません？あ、そっか、飛んでいけばいいのか。そういうこと。初めての空の旅です。楽しみです。お前が思っているほど楽しいものじゃないと思うがな。そうと決まれば早速ラステーションに出発するわよ。おー。